途中で切れて申し訳ありません。一応ここでボードに書き込みが完了してますので、ここですね。ちょっとずれてるかここですね。このブリンキング。実行してみます。これ LED が点滅したと思うんですけど。で、リセットかけますね。右の上が SPI のシリアルペリフェラルインターフェース。右の下がデジタルのコネクタ。左上がアナログになってます。で、ラズベリーパイピコは Wi-Fi が入ってませんので、ここに AI シンカーの、Wi-Fi のモジュールが入ってます。ここなんです。ここで注意しなければいけないっていうのは、こうやって、これ ESP-512 かな？こうですね。ここのところで、認証マーク、擬的って言うんです。これ、ちょっとわかるかな？こうです。ちょっとわかりにくいかな？これで、上の左の、なんかマークが入ってると思います。こうですよ、ここ。これです、このマーク。ちょっと、これ大事なので、もう一回説明しようか。これです、これ。このマークです。皆さん、この位置です。マーク入ってません。このマークが入ってない製品は使わないように。電波法違反になるんで、総務省のね、ここのマークは必須なんで、これがアンテナですね。で、あともう一点ですね。立ち上げるときに、ここのスイッチです。これをスイッチをでリセットかけると、これです。ウェイティングの、このボード単体でなくて、ビジュアルスタディオ、今2022に通信用のソフトが組んでありますね。遠隔操作入れます。このウェイティングの状態です。ビジュアルスタジオ2022。まあ、どうしてこういうの作ったかというと、これは教育用をターゲットにしてますので。教育とはどこかというと、工業高校、高専、大学院の生徒さんを対象にしたところのキットで作りましたので。あと、ソフト教育で小学校、中学校、高校と、あれ、今年高校まで行ったのかな。そういう方に役立つような。これでエスプラキットの遠隔操作の項目があって、LED の点滅から Linux までです。このスイッチでなくて、ビジュアルスタジオのソフト上から遠隔操作できる。今この時点で全部合わせ込んでないんで、まあ各項目ごとに合わせ込みやってます。合わせ込みはどういうことかというと、これですね。ワードプレスで組んでるんですけど、ホームページ、この始めにということで、
あ、これは中国スタッフで、武漢工業理工大学の先生にお世話になりました。この練習問題のこれは、もともと ここでもできるんですけど、この PC 上から遠隔操作することをメインにしてますので、それの合わせ込みがさっきのところでできるということですね。終わります。